アイリッシュテリアはアイルランド原産のテリア犬。体高は約43から46センチ。体重はオス12キロ、メス11キロ前後。外見はウェルシュテリアに似るが、ウェルシュテリアよりは一回り大きく、全身が赤茶色一色であるのが特徴。ストップがあまり明確ではない。稀に胸に白いスポットが見られる場合がある。一般的には垂れ耳だが、個体によっては、 耳が立つ者も,もいる。テリアの中では比較的大型の部類に入る。子犬は全身が非常に細かい原子状の紐に覆われているが、小タイプの個体の場合、プリッキングと呼ばれる全身の毛を抜いてまびく作業を施すことにより、太くごわごわした紐に変化する。伝統的には、お全体の4分の一段をするが、最近では段をすること自体が、 法律上禁止される国もあり、断をされていない個体も増えてきている。肉食小動物から課金や家畜を守るために作成された種で、アイルランド南部の航空圏が原産。1800年代には現在の形に固定されていたと言われており、テリアとしては最も古い種の一つと言われる。テリアとしての本能が強く残されており、小動物や他の犬に対する攻撃性がある。また、 動くものに非常に敏感に反応し、追いかけようとするため、しっかりとしたハンドリングが必要である。運動性能は高く、非常に足が速い。また、ジャンプ力も優れており、泳ぎも得意。訓練性能も非常に高く、セット、スプリング、リトリーブなどもこなすため、両肩としても活躍できる。第一次対戦中は、物おじしない性格とその能力を活かして、 砲弾の飛び交う中、舞台間の伝令犬として活躍した。頑固なところがあり、自分で考えて行動しようとする傾向が強いため、命令通りにコントロールするためには、根気強く訓練する必要がある。また、負の記憶力に非常に優れており、怖い思いをしたことや、主人に叱られたことをよく覚えているので、そうした体験を幼い時期に多く経験すると、 神経質な個体になりやすい。身分の規制を問わず、アイルランドの人々に愛され、多くは農場で、番犬、牧羊犬として活躍した。性格は命知らずと呼ばれるほど勇敢だが、主人には忠実で、家族の構成員には深く細やかな愛情を向け、家庭犬としての資質も高い。家族であれば、人間の子供の面倒もよく見る。遊びが大好きで、 常に主人が遊んでくれるのを待っている。自分で遊びに誘うこともしばしばある。喫水のテリアであるため、初めて飼う犬種としては、全く向いていないと言ってよいが、テリアの性質を理解している者にとっては、かけがえのないパートナーとなる。運動量が多い犬種だが、忠実でよく懐き、毛の伸びるのは、比較的早いので、定期的なカットが必要。体は丈夫で、先天性の疾患は、 ほとんど見られない。テリアの性質を理解している者にとっては、比較的飼いやすいが、テリア種によく見られるように、オスとメスの性質がかなり異なる。オスは、非常に喧嘩好きで、お犬の多頭飼いの場合、トラブルにならないように常に注意を要する。レッドデビルと呼ばれ、ブルーデビルと呼ばれる、ケリーブルーテリアと共に、アイルランドを代表するテリアである。子孫のノーリッチテリアは、 イギリス東部に誕生し、狩猟犬として活動し、帝王切開、目の疾患にかかりやすい。ありがとうございます。